フォアハンドのスピンのかけ方について解説したいと思います対象としてはフォアハンドでなかなかスピンがかけられないあるいはスピンをかけようとしてグリップを厚くしたけれども逆にスピンがか,かりすぎてしまってうまくボールが飛ばなくなってしまったという方へお送りしたいと思いますスピンをかけようとしてよくあるパターンがグリップを厚くしてしまうパターンなんですけれどもこれはお勧めしません 打点についての解説でもお送りしてますがそうすると体の形が力が入りづらくなってしまうのでどうしてもスイングに淀みが出てしまいますですのでできるだけグリップは体の力が入る形そのままで体の動きを調整することによってスピンをかけていくようにしましょうこの動画のゴールとしてはスイングの原理・原則体の力の入り方・生まれ方を理解して よどみなく楽なスイングでスピンが綺麗なフォームで打てるようになることこれがゴールになりますでよくスピンをかけようとしたのが腕で頑張って下から上に振ってしまったり先ほど申し上げたようにグリップが厚くなってしまったりあとは手首の力で頑張ってスピンをかけようという方がいると思いますそうすると手首を痛めたり肘を痛めたりしてしまいますでですので しっかり体の動かし方の基本原理原則体の力の生まれ方を理解してよどみなくきれいなスイングをできるようにしましょう原理原則としての体の使い方を理解しましょうまずボールを打とうとするときに体はこの軸を中心に体を回します 軸を中心に体を回しその体が回る力で腕がついていってそしてラケットで遠心力が生まれますでこの力を使ってボールを打つことが最も楽にボールを飛ばすことができるようになりますそして大事なことはこの生まれた力をいかに体が邪魔をしないでボールに力を伝えてあげるかということが大事なポイントになりますさらに もう一つはコースやボールの種類例えばスピンやフラットなどをコントロールする時にこの体で生まれた力をいかによどみなく腕やラケットに伝えてあげながらラケットの動きをどう変えていくかということがポイントになっていきます。いうと例えて言うと川の流れ体で大きく生まれた大きい川の流れを途中でせき止めてしまうと。 どうしても小さい力でしかスイングがでできるようになりませんですのでこの大きい力をいかによどみなく体の先までラケットまで伝えてあげるかでそしてそれとラケットの自分が動かしたい動きを両立させることよどみなく体のラケットの動きをコントロールするということが考え方としてとても大事なポイントになります。 スピンの場合はこの体の軸の回転で生まれた力この力を使うんですけれどもいかに今軸が立った状態で回すと腕は前に出ていきますそうするとスイングとしてはフラットの動きになりますねこれを下から上スピンをかけたいので下から上にスイングしたいんですけれどもこの動きにどう変えていくか この大きな川の力大きな川で生まれた力をいかに止めずにスイングにしてあげるかということがポイントになりますスピンの場合はこの軸の回転を立てたまま回すと前に腕が出ていきますがこの軸を少し傾けてあげますこういう形で回すわけですねでそうすると体の円運動が少し傾いてスイングが下から上に出ていくようになります そうすると体で生まれた大きい力をスイングにしっかり伝えることができるわけですそしてさらに力強いスピンを打とうとした時にラケットのヘッドがしっかり回ることが大事なポイントになります。でそののためには手首の力で 動かしてしまうとせっかく体で生まれた力がここでせき止まってしまい手首だけの力になってしまいますですので大事なポイントは体が回ってきた力を逆にここで止めてあげてください腕の動きを止めてあげることによってラケットヘッドが先にシュッって出ていくのがわかると思いますこの遠心力を使ってヘッドを回しスピンをかける そうすることで力強いスピンが打てるようになります。大事なポイントは手首の力でこの動きを作るのではなく体の円運動その力を途中で止めることによってラケットヘッドを回していくわけです。